回答王は、運の13が1938年に発表した SF 小説。回答王の正体は誰かという点に読者の興味を持っていく一面もあり、推理小説の趣をも合わせ持つ。東日小学生新聞にて1938年4月8日から12月4日まで連載。挿絵は柳川剛一。雲んのにとって初の新聞小説の長期連載である。 物語の最後に回答王がユダヤの秘密結社の一員だと明らかにされるシーンがあるが、三十一書防刊行の運の十三全集及び、それを定本にした青空文庫版ではカットされている。また、別冊少年サンデー1963年春季号には舞台を掲載当時に翻案したものが読み切りとして掲載された。ある夏の日、中学生の和彦と妹の美ち子は、 九十九里浜で潮吹きのような顔をした老人と出会う。その夜、日本海軍の最新衛戦艦、淡路が九十九里浜沖の浅瀬に座礁し、鋼鉄のマストが溶けて曲がるという怪事故が発生。和彦と探偵母村曹六は、丘の上に立つ奇妙な塔にいる潮吹き顔の老人、すなわち、怪盗をなる人物が怪しいと見て塔に潜入する。実は、この怪盗はロケットで、 淡路ジの攻撃を、磁力砲で跳ね返し、飛び去った。淡路ジを遭難させたのも磁力砲の力であった。和彦は脱出し、ホムラの指示に従って、海軍の演伝隊員と共に、淡路ジの自己調査に協力を依頼した乙女博士の邸宅に行く。博士はおらず、奇妙な機会があった。それは、博士が発明したアベコベ砲で、相手がどんな兵器で攻撃をしても、 その弾丸や磁力は撃った自分自身の型に帰っていくというものであった。大トネ博士の家には、あたかも博士が怪盗王に連れ去られたかのような痕跡があったが、和彦は、それは偽装で、大トネ博士が怪しいと疑いを抱く。日本軍は、日本の軍事力を破壊しようとする怪盗王の、企てを阻止するため偵察機を飛ばし、 そのうちの一機が怪盗王のロケットを発見するが、反撃を受けて、登場していた青江は死亡。もう一人のオバマ兵装長は生存するも、機は無人島に不時着を余儀なくされる。しかしその無人島には怪盗王の基地があった。一方、ホムラー怪盗の中で怪盗王の顔が成功に、作られた仮面であることを知り、取り押さえようとするが逆に反撃されて捕まってしまう。 怪盗王は無人島でロケット部隊を完成させており、いよいよアジアや太平洋制覇に乗り出すそうとするが、オバマ兵装長の連絡で安倍コベ砲を装備した日本軍秘密艦隊の攻撃を受け、自慢のロケット部隊は発射した磁力砲が自分の肩に跳ね返されて壊滅。ホムララに追い詰められた怪盗王はついに正体を暴かれる。それはオートネ博士であった。 博士はロケットで逃亡を図るが、安倍こべ法にやられて爆死した。山本博は、とんでも本の世界 W の中で、運の13及びこの作品を紹介し、運のが多くの作品の中で時代を遥かに先んじた、独創性や創造力を発揮している一面で、回答王では子供騙し的な描写やホムラの行動の、間抜けな点、回答王の笑いを誘うような言葉遣いなどで、 作品のドラマ性が台無しになっているといった趣旨のことを書いている。ただし、作品そのものを否定しているわけではなく、楽しめる内容であるという立場をとっている。ありがとうございます。